こんにちは、ミルクティーのみたいです。ということで、今みんなが見ているこの YouTube には毎分500時間分の動画がアップロードされています。30年前からインターネットの進化がとどまることを知らず、1994年に Yahoo が生まれ、1998年には Google 検索、2001年には Wikipedia、 2003年には iTunes ストアが生まれ、その翌年に Facebook が作られました。そしてこのインターネットの短い歴史の中には、未だに解明されていない謎というのがたくさん存在します。このインターネットの海の中には、これまでたくさんの奇妙なウェブサイトが存在していました。その中でもひときわ奇妙なウェブサイト、それがmortis.com。 今日はそのmortis.com とは何かについて詳しく話していきたいなと思います。まずはmortis.com の概要についてお話しします。 mortis とは英語で死亡を意味する言葉で、 .com とはインターネット上の住所のような役割を持っているドメインです。そして1997年、世の中はまだオタクと呼ばれるような人々しかインターネットを利用していない頃、存在していたウェブサイトが mortis.com というもの。現在このサイトを検索しても真っ白な画面が映し出されるだけで、すでにサイトは削除されています。それどころか、これに関する Wikipedia のページ、これについて書いた記事、そしてアメリカ版2ちゃんと言われている 4ちゃんに書き込まれた当時を知る人たちの書き込み、そういった有力情報のほとんどが今はすでに消えているんです。この謎にはどうやら FBI が関与しているという噂まであります。あまりにも奇妙なことが多いことから、2019年にアメリカの掲示板サイトレディットの中で再びこれについて調べる動きというのがありました。今回の話はその中で分かってきたことの説明になります。インターネットで謎を漁っていたら、 mortis.com という謎のウェブサイトに出くわしました。そして調べていくと、どうやらこのサイトは1997年に作成されていたようでした。ログイン画面の先はパスワードによって守られており、当時ネットの専門家やハッカーたちによってこの謎のウェブサイトの中身を探ろうという動きがありましたが、かなり高度なセキュリティによって守られており、強力なアプリケーションがない限りこれを突破するのは難しいと言われていました。しかしだんだんと mortis.com のウェブサイトに奇妙なリンクが作られ始めたことによって、さらに多くの人の興味を引くようになってきました。今の高校生たちはあんまり知らないかもしれないんですけど、昔はホムペとか言って、中学の仲良しグループとかで一緒にウェブサイトみたいなホームページを作って、そこに日記とかプリクラとかを載せるみたいなことがあったんですね。当時めちゃくちゃ流行ってたんですけど、なぜか僕は誘われなかったんですよね。つまりmortis.comがホームペイの走りだったかもしれないですよね。ではそもそもmortis.comの何がそんなに奇妙なのかっていうことについて話していくと、このサイトとリンクでつながっているのが歯科医院、弁護士事務所、警備会社など一見何の関わりもなさそうなオフィスばかりなんです。次にユーザーネットワークという当時の古いネットワークが発見されたんですが、どれもファイル名がおかしく、パスワードで保護されていました。またそのファイルの中には大きいもので 39GB もあるファイルがあるということが分かっているんです。昔の 39GB なんて言ったら、もう今で言ったらもう 8TB ぐらいのインパクトはあったんじゃないかなと思います。そんなでかいファイルがパスワードで守られていたら、ここにはなんかとんでもないデータが隠されているんじゃないかって思ってしまうのは不思議ではないですよね。またその後、なぜかmortis.com の Wikipedia のページ、あるいはこのサイトを参照にしたサイトなんかもほとんどがインターネット上から削除されているんです。しかし一つ分かっていることがあって、このサイトの所有者の名前というのが分かっています。その人物の名前というのがトーマス・リン。しかし彼が芸術家か何かであったということ以外は一切情報がなく、それ以上調べることも不可能なようでした。 mortis.com とリンクされているサイトというのがいくつか見つかるんですが、ただただチェスのナイトの駒が映し出されるだけの変な
ホームページとかにつながるだけでした。調べていくと、実は自分がトーマス・リンであるという人物が現れているんです。そのトーマス・リン曰く、これは自分の結婚式用に作っただけのただのサイトだということでした。普通であればそれで丸く収まりそうなところですが、ネットユーザーたちにとってはこのパスワードの奥を見ない限りはそれを信じることはできないということで、これまで以上に突破を図ろうとする人たちが出てきました。そしたらまた不思議なことが分かってくるんです。誰かがモーティス .com とただの何もない空き地、そしてただの倉庫がつながりがあるということを見つけ出したんです。もしかしたら位置情報とかから割り出したのかもしれません。また何人かの人物とリンクがされているっていうことが分かって、その人たちを調べてみたところ、なんとその関係者が全員亡くなっている人だったってことが分かったんです。なんかとてつもなく陰謀の匂いがしませんか？ 4chan っていうのは2チャンネルのように〇〇いたといったテーマごとのカテゴリーっていうのがあるんですけど、テクノロジーに関するスラッシュ G スラッシュダッシュボードっていうところにモーティス .com に関する書き込みがあったそうなんです。それによれば何やら歯科ビジネスと何か関連があるというような書き込みがあって、そのホームページっていうのがこちらになるんですが、どうやらこの歯科ビジネスのサイトはなんかダミー臭いなって考える人も多いようです。またなぜサイトが消されたのかっていうことにもいくつか憶測があるんですけど、一つは連邦政府によって削除されたのではないかという説と、もう一つはトーマス・リン本人によって削除されたのではないかというもの。そして同時にある疑問が湧いてくるわけなんですけど、もしも連邦政府によってこのサイトが消されたのだとしたら、なぜ削除したのか、あるいはトーマス・リン自身が削除したなら、考えられることはおそらくこのサイトに注目が集まりすぎてしまったことによって中身を見られる前に消したのではないかと推測できるわけです。そしてモーティス .com について調べている人がレディット掲示板の中に当時のことを知る2人の人物の書き込みっていうのを発見していて、それを紹介したいと思うんですけど、一つは2012年のもので、彼は 4chan の超常現象を扱っているスラッシュ X スラッシュボードをいつも見ていたそうです。するとある夜、誰かがモーティス .com と呼ばれるサイトが更新されているかと尋ねる投稿をしたそうです。それで気になってこの人はこのサイトにアクセスしたということらしいです。しかしそのサイトを最初に見た感想は特に面白くもなんともなかったという印象だったようです。ただただ黒い背景に小文字でモーティスという白い文字、他には何一つない。確かに変だけど調べる価値はないだろう、そう考えたそうです。試しに文字をクリックしてみたところ、ログインボックスが表示されました。そして再び超常現象板に戻ってみると、そこにいる多くの人たちがこのサイトにアクセスしようと試みていたものの何も起きなかったと語っていました。中には熱心に調査して、このサイトの中には全部で数テラバイトのデータがあることを突き止めた人もいました。およそ数百人はこの動きに参加していたようで、中には安全のためにこれ以上はやめた方がいいんじゃないかという人までいました。そして超常現象板のみんなは一般的なユーザー名とパスワードの組み合わせを打ち込みまくることにしました。しかし一向にログインすることはできず、うんざりした誰かがついにこう言ったのです。もうテクノロジー板の奴らにハッキングを頼もう。これは2ちゃんで言うならば、おかいたの人とプログラミングとかパソコンとかテクノロジー専門の板の人たちが手を組んでこのサイトを攻略しようという、まあ、胸アツ展開。彼らは数週間ハッキングを試みたそうです。その中で分かったことっていうのが、所有者がリンという人であること、またリン氏は複数のウェブサイトを持っているものの、モーティス .com とは全く関係のないようなものばかりだということ、また誰一人としてログインするまでには至らなかったということです。そしてこの情報を書いている人物はここでログインすることを諦めてしまったようなんですけど、数ヶ月後に沈殿があったか確かめようと思ってもう一度この超常現象板に戻ってきて見てみたところ、なんとその間に FBI が介入してきたそうなんですね。このサイトをクラッキング、不正な侵入を試みようとしてきた人たちの何人かに FBI から連絡が来たっていう噂が出てきたんです。そしてその連絡があってから間もなくこのモーティス .com のサイトは閉鎖されたということらしいんですね。 TLDR/X/ という人が数テラバイトの情報を含むパスワードで保護されたページがあるっていうことを見つけたそうなんですけど、これに侵入される前に FBI が介入しサイトが閉鎖されたのではないか。なんだかすごい物騒な感じがしますけど、もし自分が当事者だったらワクワクせずにはいられない
ないですよね。ちなみにまた当時のことを覚えている人物がモーティス .com とつながりがあったサイトの URL を覚えていて、その一つがクトゥルフ神話に関するサイトでクトゥルフ .com というものだったそうで、今は僕も調べてみたんですが、すでにそのサイトは存在しませんでした。しかしその方によれば、おなじみの真っ黒の画面に Dead but Dreaming と書かれていたそうです。どうやらトーマス・リン氏はアメリカの有名な怪奇小説家ラブクラフトに夢中だったようです。そしてもう一つ彼が覚えていたサイトというのは、女性の名前とリン氏の名前を連ねた名前のサイトだったそうです。どうやら不動産関係のサイトだったようですが、同様に奇妙なサイトだったそうです。そしてスラッシュユースラッシュメンタルイルネスという人物もまた当時をよく知る人物の一人です。彼曰く介入したのは FBI ではなくリン氏本人だということ。この時トーマス・リン本人が現れていたことは、このサイトはただの家族写真などを保管していただけのものであり、 FBI が介入したということもなかったそうなんですね。そしてリン氏はサイトのフロントページを事の経緯を説明する文章に変更したそうで、その後瞬く間にサイトを閉じたそうなんです。またリン氏は自分が持つ別のサイト、チェスの難易度が表示されたサイトっていうのも提示してきましたが、結局ネット民は誰もそのサイトにアクセスしなかったようなんです。これが現在残っている当時のことを知る人物たちの証言になります。この話っていうのは海外のインターネット系のミステリーの中でも死刑だと並ぶぐらい有名な話なんですが、最後にある種これが答えなんじゃないかっていう一つの仮説を紹介して終わりたいと思います。結論から言うと、このサイトはあるグループがインターネット黎明期に映画などのデータをビジネス用かプライベート用かはわからないですが、アップロードするために利用していたものなのではないか。というのもコンピューターに詳しい人がモーティス .com について調べてみたところ、映画やその他のコンテンツをダウンロードしていた形跡っていうのが見つかったんです。これがその投稿で 25GB のファイルがダウンロードされたという痕跡がありまして、その日付が2011年9月23日金曜日です。ドライブクレイジー 3DVD と書いてありますよね。これを Google 検索でドライブクレイジー 3D と検索すると、出てくるのが2011年に公開されたニコラス・ケイジ主演のアクション 3D 映画ドライブ・アングリーです。ドライブ・アングリーは2011年3月31日にブルーレイ &DVD になっているので、おそらくそれをアップロードした形跡なのではないかって考えられます。またおそらくこのグループは他にも大量の映画などコンテンツをモーティス .com にアップロードしていて、その大きなサーバーを維持するために何らかのコストを払えるような方法があったのではないかって考えられるんですね。パスワードを知る人物はその映画を無料で見ることができる。つまりモーティス .com っていうのは1997年頃に始まったネットフリックスを作る初期の試みだったのではないかっていう仮説です。ですが一つ腑に落ちないことがありませんか。それはなぜ FBI が関与しているのではないかという噂が流れたのかという謎。昔のアメリカの VHS ビデオっていうのは再生する際に FBI のワーニングっていう画面が映し出されるようになっていたようなんですね。つまりこの画面っていうのが FBI が関与しているっていう噂の元になったのではないかって考えると辻褄が合ってしまうんです。ということで、これが長らくアメリカのインターネットで話題になっていたモーティス .com の真相なのではないかというお話でした。なかなかこういう系のミステリーでしっくりする答えが出ることってめったにないので、結構ねなんかすっきりしますよね。僕も久しぶりにこういう系の話しましたか、意外と好きなのでまたねしたいなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。